はい皆さんお疲れ様でですすこまめです今日はですねあの朝日新聞デジタルからの記事なんですけれどもで犬同士のトラブルから十数発殴った容疑で81歳を逮捕ってあるんですけどこれですねあの散歩中犬の散歩中のですねあのトラブルの話なんですけどもこれはちょっと81歳でちょっと顔を十数発殴ったっていうのもかなりまあすごいんですけどもまあ あの結構犬の散歩のトラブルってですねあのちょくちょく話を聞いて,てまて、あ、ちょっと糞の問題とかですねそういったやつもあるんですけども、まあ、今回はですね、あのー、ここののおじいちゃんこの81歳のおじいちゃんが散歩させていた秋田犬がですねあのコーギーのお尻に噛みついたみたいなちょっと話なんですけども、あのー、ちょっとね、記事を読んでいきたいと思います。 で朝の散歩中に男性43歳の顔を十数発殴って怪我を負わせたとして福岡県春日署は。 19日、福岡県末町の無職野田和樹容疑者81歳を傷害容疑で現行犯逮捕し発表した野田容疑者の秋田県が男性の抗議に噛みついたのをきっかけに飼い主同士のトラブルになったという,っていうやつなんですけどもあの私もですねあの実はあの実家で秋田県を買っててですねあの、まあ、たまに実家に帰ったときに散歩させたりするんですけれどもあの正直かなりでかくてですね あの力も強いんであの大人の男の人でもですねこの一瞬バッとこう引っ張られたりしたら多分ついていけないんじゃないかなというぐらいこうあのかなり強力な力を持っています。うん、なんで多分ですねこの81歳ぐらいになってくるとですねなかなかコントロールできなかったのかもしれないですね。あの通常ですねこのの散歩をさせたりしてであのない 犬,ど犬がですね、あのー、反対側から来たりするとですねこのリードを短く持ったりしてこのなんですか、ね、近寄らないようにしたりするんですけどもなかなかちょっとそれがですねこのできなかったのかもしれないですね。まあ、ちなみにこれ秋田犬こんな感じの犬なんですけども昔、ですねあのブサカー犬のワサオなんていうのがまあいたんですけども、まああのー、結構人気のある犬なんでかなり大きい犬ですね。 でちなみに、その噛みつかれたコーギーのお尻がこれなんですけどもうんやっぱり噛みつきたくなったんでしょうね。で加瀬谷署によると19日午前6時10分ごろ末町の路上で野田容疑者が近所に住む会社,会社員男性43歳の顔を拳で十数発殴り前は一本折るなどの大げがをさせた疑いがある。野田田容疑者は秋田県の保存会 九州総支部長を務め,ているという務めていると話しているというってこれ結構ですねあのー、十数発殴るってかなりの体力がいるんですよ。で81歳でですねそ,の、まあ、そこまでのこの体力があったっていうのもすごいんですけどあとどうですかねその前歯追ってるんでですね、まあ、かなりの力で殴ったとは思うんですけどもその逆にこの。 この野田容疑者このおじいちゃんの手の方がですが、ね、骨折してないのかなと,ちょっと思ってしまいまいすねで2人とも愛犬の散歩中で野田容疑者の秋田県が男性の講義の尻に噛みついたのをきっかけに口論になり野田容疑者が,なが殴る構えを見せたためとっさに男性が野田容疑者の顎付近に殴りかかったが空振り。 リードが足に絡まって身動きが取りづらくなった男性の顔を野田容疑者が十数発殴ったというこれ、ちょっと絵的にはかなり情けないですよね、47歳の男性43歳の男性がこの81歳のおじいちゃんに完全にちょっとやられちゃった。 てますよねでなかなかこう空振りしてちょっと足にリードが絡まって動けなくなるなんていうのはこの漫画でももうベタすぎてありえないような状況なんでですね となんか情けないなというか、まあ、ただ、ですねあのこれもし男性がですねこの思いっきりこの顎付近めかけて殴ったやつがおじいちゃんに当たってたりしたら、こもしかしたらですねこのおじいちゃん、死んでたかもしれないんで、この空振りだったのも逆に良かったかもしれないんですね。でまあ、仮にですねこの殴ってて倒れて 頭とか打ってもですね、そのもう大変なことになってたかもしれないんで、まあまあ。 その情けない結果になったんですけども,もう結果的にはもう良かったのかなと思いますで男性はまだ近くにいるのですぐに来てくださいと110番通報し野田容疑者その場で現行犯逮捕された野田容疑者は相手が殴りかかってきたので10発ぐらい殴ったと容疑を認めてるってあるんですけどもまあすごいですねなかなかないような絵でしょうね。その 空振りして、この足にリードが絡まって動けなくなるなんていうのはこれはですね、まあ、あのなかなかですね、その犬のトラブルっていうのは結構多いんでですねあのもう散歩、犬飼ってらっしゃって散歩させられる方はですねあの、まあ、気をつけられたらと思います。ごご視聴ありがとうございました。